殴り。でも、なそうだ。にゃ。なくしたにゃ。でも、なそうだ。まだ。にゃ。もうなくしたにゃ。なんてめ、なそうだ。にゃ。まだ、わかったにゃ。どうもなくしたんだにゃ。なんて無力なそうだ。にゃ。まだ、弱かったにゃ。二度もなくしたんだにゃ。スモモはなんて無力な存在にゃ。まだ必要なのかにゃ。あそこにいるのはスモモと。ほら、セラフ部隊のあの子、いつもお姉さんかトラさんと一緒にいる。あんなに小さいのに殺し屋って本当なのかな。こそこそうるさいにゃ。じゃダメだ。にゃ、いきなりなんなのにゃ。そんな芋けんぴみたいな態度じゃ、いつか孤立しちまうぜ。なんで芋けんぴにゃ。あれ、食べてると口の中に刺さるじゃん。食べ方が下手なだけにゃ。とにかく、せっかくスモモは可愛いんだからさ、もっとそこを押していこうぜ。スモモは殺し屋にゃ。馴れ合いなんてごめんにゃ。いいや、スモモの語尾のニャは超癒し系だ。これは姉さんがそうしろと言ったからつけているだけにゃ。つまり、イチゴはスモモに可愛くなってほしいって思ってるんだよ。そうなのかにゃ。私がスモモの可愛さを完成させてやんよ。あれ、カフェテリアに看板が出ているわ。猫カフェだって。いいなぁ、癒されたい。入ってみましょうか。ようこそ猫カフェ。当店自慢の猫スモモでございます。にゃ。キャッ、かわいい。触っても大丈夫ですか。殺すにゃ。こらこら、お客様に物騒なことを言わない。殺すのはお前にゃ。あれ、私なんで。あの、注文して大丈夫ですか。あ、ちょっと待ってね。スモモ、こっちに。何が不満なんだよ。不満じゃない部分があると思っているのかにゃ。バカなのかにゃ。だって、スモモのにゃは可愛いのにもったいないよ。私こんなに好きなのに。うん。ジャスミンみたいなことを言うにゃ。え、ジャス花？お茶？なんでもないにゃ。仕方ないから、もう少しだけ付き合ってやるにゃ。給仕くらい、スモモにはお手の物にゃ。殺し屋の仕事で、屋敷のハウスキーパーとして潜入した経験もあるにゃ。そういや、そうだったね。あれ？じゃあ、スモモって、本物のメイドさんじゃん！スモモのメイド姿見たい！うるさいにゃ。客を待たせてるにゃ。そうだった。じゃあ改めて接客だ。お帰りにゃさいませ、お嬢様。それ違う喫茶店。でもこれはこれでいいか。かわいいお出迎えね。触っても大丈夫ですか。お触りは厳禁にゃ。ご注文を聞くにゃ。カフェオレ一つお願いするわ。ホットココア一つ。かしこまりにゃした。完璧な注文取りだったにゃ。甘い。にゃ、何が足りないにゃ。ここはもうにゃだけで行ってみよう。頭大丈夫なのかにゃ。死にたいのかにゃ。騙されたと思って、絶対に受けるから。
スモモのにゃ、私好きだもん。わかったにゃ。は、戻ってきた。にゃにゃにゃ。にゃにゃ。お待たせしました。カフェオレとホットココアでございます。と言ってます。にゃ。OK ですと言ってます。にゃ。やっぱりダメですと言ってます。癒された。他の人も誘ってまた来よう。にゃにゃ。またお越しくださいませ。だんだん屈辱的に思えてきたにゃ。なんでさ、うまくいってるじゃん。今のスモモ、殺し屋じゃなくて超愛されキャラになってるよ。別にそんなこと、スモモは望んでないにゃ。あ、新しいお客さんだ。にゃにゃにゃ。あ、にゃにゃ。猫カフェに釣られてきてみれば。なんで妹が猫扱いされてんだよ。可愛いだろ。家の入れ知恵か。待って待って、これはイチゴの望みだろ。スモモを可愛くしたかったんだろ。だから語尾にニャをつけさせたんだろ。ああ、なんだ、話したのか。日常生活に支障をきたすレベルで常に殺気立っていたからさ、語尾にニャをつけて可愛くしたらプラマイゼロぐらいにはなるかと思って提案してみただけだ。それだけの理由？だから別にいつ辞めても私は構わないんだが。姉さんの言葉がきっかけだったけど今は気に入ってるにゃ。そうなのか。この口調でつながった縁もあるにゃ。さっきのジャスミンにゃ。そっか、だったら続ける意味も価値もあるかもな。